何か用か。ストームクロークが上級王を殺したらしい。しかも声満足だろ。市長の末息子をからかってさ。旅の人、もちろんだ。何かお困り？まだ訓練は完了していない。良い旅を。じゃ、ミストヴェール砦にようこそ。市長ライラの執政、アヌリエルよ。リフテンの法律に従うのなら歓迎するわ。ただでさえ、彼らには同情を禁じ得ないわ。ストームクロー、この大義のために戦って、王族、帝国と終戦と協定の、これはストームクロークにとって、帝国、奴らがこの町でも、残念ながら巧みに姿をくらませてるわ。メイビンは奴らを町から追い出すまで諦めないはず。リフテンの姿勢として限られた形で地方を恐怖に陥れているドラゴンに市長が賞金をかけたの。詳しいことはこの布告を見てちょうだい。私を呼び寄せて実験道を開けろ。してくれたわね。市長の息子には町の正式な仕事の話でないなら時間の無駄だ。忠告するわ。ダグド・フラゴンにいる顔面改造医の話は聞いちゃダメよ。聞いた限りではむしろ顔面破壊屋の方が近いわ。持ち出さなきゃよかった。一番あなたのおかげでもうすっかりいい気分よ。言うわけにはいかないの。だって殺されちゃうわ。わかったわ。教えてあげる。サルティス・アイドレンからスクーマを手に入れたの。彼はリフテン倉庫に生成施設のようなものを持っているわ。でも中には入れないの。戦争が始まってから奴らは厳重に鍵をかけている。市長が倉庫の鍵を持ってるってボリンが言ってたわ。サルティスとそこで会うとき、彼はいつも護衛と一緒に外で私を待ってたわ。もしスクーマの中毒じゃなければとっくにこの恐ろしい町を出てたところよ。持っていたゴールドも全部なくなったし、さあ一から出直しだわ。二度とスクーマには手を出さない。蜂蜜酒を時々飲むくらいなら害はないと思うけど。親切にしてくれてありがとう。すべてのものを手に入れたのにすべて失われていくのを目にした時の気持ち、あなたにはわからない。あんたはいい友達だった。それが大切なことだ。
正真正銘のファルベル版の血液や有名なアルゴニアンの宝石職人が作った宝飾品さ。なくしたせを生やし直そう。肉はどれも清潔だし。モローウィンドから届いたレアなアクセサリーや極上の珍品だ。高級宝飾品の売買はこの店で。巨人のごとく敵を叩き潰そう。金貨たった20枚で。旅の人、何かお困り？ええ、残念だけど、サルティスが倉庫にいることは分かってるの。残念ながら、衛兵の誰かが情報を漏らしてるのは間違いないわ。何度捕まえようとしても、いつも逃げられてるのよ。慎重に対処すれば、不意打ちを食らわすことができるかもしれないわ。それは良かったわ。ほら、これが倉庫の鍵よ。毒の販売人のところに立ち寄って、業務を停止するよう説得してみてちょうだい。良い旅を。危ないじゃない。綺麗な安物と光り輝く宝石があるよ。オットベルシバリマンド様、剣に兜、欲しいものはほとんどあるぞ。いつでも戻ってこい。大歓迎するよ。
ここはあなたのいる場所じゃないわ。ここはあなたのいる場所じゃないわ。さあ、辞典を持って行って記憶が苦しめるの。もう耐えられない。さあ、アバンチンゼルに返しに行って。辞典をここから持って行って。お願い。今すぐに。西にあるアバンチンゼルへ持って行って、彼らに返して、元の場所に戻さなきゃ。もし施しが欲しいなら、ゴッドと話した方がいいわ。何かお困り？朗報を聞くのは気分転換になっていいわ。他にも報告に値するような品が倉庫になかった？ならば急ぎましょう。サルティスの仲間が彼の死に気づくのも時間の問題よ。毒の出どころは徹底的に根絶しなければいけないわ。でなければ彼の代わりに違う売人が現れるだけよ。この任務を果たしてくれたらリフテンでの地位を約束するわ。いいわ、任務を完了したら報告に戻ってちょうだい。良い旅を。ここに来るべきじゃなかったな。
してやる。やめろ。死んでしまう。
旅の人、リフテンへ何かお困り？よくやってくれたわ。あなたの努力はリフテンの人々に大きな利益を与えてくれた。その献身的な行いに対して相応の対価を授けましょう。ああ、来たのね。いつ戻ってきてくれるかと思ってたわ。リフトで素晴らしい実績を残したそうね。何人かの市民から称賛の声が届いていると執事から報告があったわ。困ってる人々を助けて、求めがあれば手を貸して。あなたはもう要塞の英雄よ。まるでムジョルのようだわ。リフテンの市長として、あなたの献身的な行いに対しては相応の地位によって報いるのが義務でしょうね。あなたに肩書きを与える前に条件を一つだけ満たしてもらいたいの。リフテンの重視は町の壁の内側に永住することになってるの。そういう場所に立ってる家をあなたが買えるように執政が用意しているわ。住み心地ならことのほか満足してもらえるはずよ。家を手に入れたら戻ってきて。地位はその時に授けるわ。良い旅を。ミストベールトリデにようこそ。市長ライラの死、素晴らしい。ちょうど空き家があります。素晴らしい。これが新居の鍵です。喜んでお手、室内装飾さて何を買いますか。承知しました。他に買いたいものはあり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 ますか。リフテンの法律、リフテンの執政として限られた形でしかお助けできないけれど、思うことをはっきり言ってちょうだい。汚職の報告をしに来たのなら安心して。成し遂げられる人物ってわけ。私たちはそういう噂を適切に取り扱っているから。つまりあとはお礼を言うのはこっちの方よ。ここに来てからの短い間に部下が生涯をかけてもできないくらい多くの問題を解決してくれたわ。この苦しい時に人々の希望の灯火となってくれたことは決して忘れないわ。だから市長の権限でリフテンの重視になったと公式に宣言して、その立場にふさわしい恩恵を全て授けるわ。おめでとう。良い旅を。道を開けろ。満足だろ。市長の息子には町の正式な仕事の話でないなら時間の無駄だ。またお目にかかれて光栄です、獣医様。わかったわ。気をつけて。